ビデオカメラのデータ復旧を行いました。福島県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクター GZHD620R、 電源を入れてもアクセスランプとパワーランプが点滅してエラーになってしまい、メニュー画面が表示されなくなってしまったという状態です。データ復旧処理の結果、およそ10時間の動画の復元に成功しました。